はい、こんばんは。親父の晩御飯の時間へようこそ。今日はこちら、豚の生姜焼きスパゲティ、こちらをね、豚の生姜焼きパスタか、いただきたいと思います。いただきます。これ初めて挑戦なんですけど、ある理由があってね、これを作ることを決意しました。それではいただきます。いりごまかけてます。うん、お肉は豚バラ、豚バラ 300g ぐらいかな。で、味付けが親父特製の継ぎ足し角煮のタレとチューブ生姜、あとは一味、こちらをかけてあります。あと塩コショウか。うん、パスタは一応見栄えのことも考えて2人前です。じゃあ下にはキャベツの千切りが敷いてあります。これを作るきっかけになったのが、ホットモットさんでおかずの下にちょっとパスタが入ってるじゃないですか。あれが美味しくて好きなんでね、あれをいっぱい食べたいなって思って作ったのがきっかけになります。そしてキャベツ千切りは、まあ豚の生姜焼きもそうですけど、ポークソテーとかね、タレがキャベツの千切りによく合うということで入れてあります。あとでマヨネーズトッピングしていきたいと思っております。今日はどうしてもね、今まで食べたことないものをね、作って食べたかった。Thank you.